皆さんこんにちは、シャチです。マリサだぜ。スイッチを使ってゲーム実況をしたいんだけど、今回はそんな人におすすめ、超簡単にゲーム実況ができるアプリをご紹介します。ぜひ最後まで見ていってくれよな。今回ご紹介するアプリがこちら、マイクロソフトのクリップキャンプです。なんか見たことあるアイコンだな。それもそのはず、 Windows 11に標準搭載されています。それでは早速使ってみましょう。Windows 11をお使いの方なら、スタートメニューのすべてのアプリ内にあります。あ、ありました。となればいいのですが、Windows 10をお使いの方や、なかった方のためにインストール方法をお伝えしておきます。まずはスタートメニューを開き、Microsoft Store を開きます。上の検索欄に、クリップキャンプと入力してください。検索をすると、このアプリが出てくると思います。青いインストールボタンを押すだけでインストールできます。これなら簡単だな。それではアプリを開いてみましょう。私は謎のメッセージが出ましたが、別のアカウントを使用するを選択して回避できました。ここでアカウントを作成します。なんかめんどくさそう。マイクロソフトやグーグルのアカウントは皆さんお持ちなのではないでしょうか。私はマイクロソフトアカウントで登録します。はい、サインインが完了した画面がこちらです。それでは早速、ゲーム実況動画を作ってみましょうか。まずは新しいビデオを作成、押してください。これだな。するとこのような画面になります。どうやってゲームの映像を取り込むんだ？はい、ここでこのアプリの強み一つ目。このアプリ内で画面の録画、キャプチャーボードの録画が出てしまうんです。お、じゃあそれを教えてくれ。画面左側の録画と作成というタブを選択すると、カメラ、画面、などといったボタンが出てきます。今回はカメラを選択してキャプチャーボードの映像を録画してみましょう。上に何か出てきたら許可を押してください。許可を押すとこのような感じでカメラの映像が出されます。左下のカメラマークがあるリストを押してみてください。そうすると、PC に接続されているカメラの一覧が表示されます。どれを選べばいいんだ？キャプチャーボードの製品名、もしくは USB ビデオ、などといったものを選んでみてください。お、スイッチの画面が出てきた。続いて右の、マイクマークのあるリストを押して、キャプチャーボードの音声を録画できるように設定します。自分の声も入れたい場合はどうすれば？残念ながら、この方法では自分の声とゲーム音声を同時に録画することはできませんので、OBS を用いて録画をしてみてください。で、どれを選べばいいんだ？先ほどと同じく、キャプチャーボードの製品名か、デジタルオーディオインターフェースなどを選べば大丈夫です。もうちょっと確実な方法はないのか？そうですね、キャプチャーボードを挿す前には一覧になかったのに、挿した後に表示されたという名前は、キャプチャーボードのものということになりますね。説明が長い。まあいろいろ試してみてください。選べたら早速録画をしてみましょうか。真ん中の赤いボタンで録画がスタートします。ちなみにプレビューは映像が反転していますが、録画される映像は反転されません。もう一度押すと録画が止まります。では保存して編集押して録画を終わりましょう。少し待つと、今撮影された映像が取り込まれます。元の録画データだけが欲しいという場合は、ここでエクスポートをしましょう。エクスポートをする際は、右上のエクスポートを選択し、欲しい解像度をクリックするだけです。今回はフル HD で出力します。ちなみに 4K 出力は有料です。ここでこのアプリの強み2つ目。エクスポートと SNS への投稿が超簡単なんです。それはこの時代便利かもな。また、各種ストレージサービスへも簡単にアップロードできます。コンピューターに保存を押すと、PC 内に保存ができます。今回はデスクトップに保存してみましょう。この辺の操作は普段と変わらないな。録画したデータを見てみましょう。今回は静止画なのでわかりにくいですが、しっかり録画されています。それではアプリに戻りましょう。それでは右上の編集を続行を押して動画編集をしてみましょう。
こんな感じの画面になったかと思います。私がやってみるのぜ。画面左側に色々なメニューがありますね。まずはテキストを入れてみましょう。これとかどう？いいね、そしたらドラッグしてタイムラインに持ってこよう。こうでいいのかな？そうそう、次は画面右側に注目。ここからテキストを変えられます。なるほどな。今回は変えてないけど、その下のフォントとか、サイズとか、文字色とか、好きなようにいじってみてください。じゃあ再生してみるのぜ。ちょっと長いかな。そんな時は、テキストアイテムの右端を持って、左に持ってきてみよう。おお、ちょうどいい長さになった。あとは、BGM も入れちゃおうぜ。画面左側のメニューから、コンテンツライブラリを選択。音楽を選択。今回はフリープユーズの中から選んでみるぜ。じゃあ、これにしてみようかな。さっきと同じく、ドラッグしてタイムラインに持ってくる。場所はどこでもいいのか？ BGM は、基本的にはどこに置いても大丈夫だよ。ここでカットしたいんだけど。そんな時は、カットしたいところに白い棒を持ってきて、右クリックしてスプリットを選択。カットできたのか？右側を削除してみよう。お、カットできてるな。あとはさっきと同じく、端を持って合わせる。これでいいかな。ではまたエクスポートしてみましょう。お、BGM が流れてきた。ちゃんと音が入ってるね。雰囲気と BGM がマッチしているかは置いといて、一応編集が終わったな。そしたらまたアプリに戻って、左上の3本線から、ホームに戻りましょう。ここは同期せずに続行で大丈夫です。おいおい、名前を付けて保存とかやってないけど、大丈夫なのか？ここでこのアプリの強み3つ目。編集ファイルが自動保存されるんです。ってことは、上書き保存のし忘れとかも防げるのか。そういうこと。ホーム画面の下の方に行くと、今編集したファイルが見れるよ。では今回のまとめをしましょう。このアプリを使うメリットは3つ。1つ目は、録画から編集までがこれ1つででき、難しいアプリやファイル移動をする必要がないということ。2つ目は、エクスポート、SNS への投稿まで、操作が少なくすごく簡単ということ。3つ目は、編集ファイルが自動保存されるので、保存ミスが起きにくいということ。なるほどな。もう1つ付け加えるとすると、インストールもすごく簡単ということですかね。また、ブラウザから開くこともできます。インストール版とは少し違うかもしれないから、そこだけ注意だな。それでは、皆さんも良いゲーム実況ライフを。最後までご視聴ありがとうございました。まあこのアプリの存在を知ったのは最近なんですけどね。なんだって。